お嬢、先方がいらっしゃったそうですぜ。お嬢、寝ぼけてるんですかい？ええ、ごめん、ここ、どこ？はあ？お待たせいたしました。八条東也先生でございます。失礼ながら、先生で？ええ、私が八条東也です。週刊誌に先生のサイン会の件が載ってましたぜ。サングラスにマスクでがっちりガードした謎の男性作家って触れ込みだったはず。まさか女の先生だったとは。こりゃどういうわけで？あれは編集部の方に手配していただいた身代わりです。あのサイン会の時、後ろに待機していた海添が私でした。こりゃ驚いた。先生の作品は読んだことないが、多分あんた本人の方がよっぽどミステリーですぜ。読者など本を読んでいるふりをしているだけ。作者名とブランドだけで本を読み、読んだつもりでいる。彼らには私の本に何が書いてあっても何も読んでなんかいない。ただ今流行りの作品は欠かさず読んでいるとインテリブルために読んだふりをしているだけ。その程度の者どもにどうして我が身を晒せようか。汚らわしきかな、汚らわしきかな。なるほど、確かにあなたが八条先生のようですね。
後ろ宮エンジェさんのこともワイドショーでも随分いろいろやってましたから、私もよく知っていますよ。どうせろくな話じゃないわ。ええ、ろくでもない話ばかりですよ。気分一つで人を雇ったりクビにしたり、何でもお金で解決しようとする無法者の乱暴者だとか。違いねえでも私はあなたのような頭のいい人は嫌いではない。だから会ってくれたんですか？ええ、伊藤育九郎0576が私八条東也の別のペンネームだと見破ったのはあなただけ。実に見事なるかな。伊藤育九郎0576、おかしなハンドルネームだったわ。でも数字に直すと110億1996万576と読める。よくできました。実に見事。そんなあなただから私も直接会ってみたかったのです。ようこそ人の子よ、我が邸宅へ。
エンド・オブ・ザ・ゴールデン・ウィッチ読ませてもらいました。人の親族をよくも好き放題に殺せるものです。それが言いたいためだけにわざわざここへ。いいえ、違うでしょう。後宮家の最後の末裔よ。狡猾ですね。どうして？そうしてあなたは自分の偽書に神秘性と信憑性を与える。信憑性とは？それを得てあなたの偽書は真実に昇華される。昇華？愚かしい。そんなもの私の作品には必要ありません。なぜならあなたの作品は偽書ではなく真実だから。ええ、真実なのですから消化など不要。あなたはマリアお姉ちゃんじゃない。ましてやあの日の六軒島にも存在しない。なのにどうして真実などとおこがましいことを。お嬢、頭に血が上りすぎですぜ。うるさいわね。私のどこがそうだってのよ。あなたがここへ来た理由は親族を偽書の中で何度も殺めた私をなじるためではないでしょう。あなたが私に聞きたいのは私の至った真実でしょう。どうして真実に至ったと確信を。全ての物語を理解したからです。だからどうしてそうだと確信を。太陽が地球の周りを回っていたことはあると思いますか。かつて人間は天動説を支持していた。しかし近代それは否定されることとなる。なら否定された瞬間に太陽は動きを止め地球がその周りを回り始めたというのだろうか。そんなわけもない。人間が何を信じようと真実は変わらない。ならば今あなたが私の真実を否定するのはつまりはそういうこと。
真実はその立証のいかに関わらず真実だと。そうです。これより未来、やがて全ての真実が明らかになった時、私がすでに真実に至っていたと遡って人々は気がつくでしょう。ねえ、天草。私って、いつからここにいるの？はあ？さっきから様子がおかしいですぜ。何事ですかい？私、いつからここに座ってるのか、記憶がないの。まだ寝ぼけてんですかい？そうじゃなくて、だって、私は確か、大月教授とはアポイントが取れてたけど、伊藤育九郎の件では、出版社から返事がなくて、結局、この日は一日何もできなかったんじゃなかったっけ？は？天草はあの大きな黒いバッグを受け取りに行ったんじゃなかったっけ？どうしました？いいえ、何も。私は何冊もの遺書の中で何度もあなたのご親族を蘇らせては殺す、まるで魔女のように。好きなだけ蘇らせて好きなだけ殺す、無限に、まるでベアトリーチェね。ええ、だから私はやはりネット上で彼らがそう呼ぶように魔女なのかと思って。
ブ・ザ・ゴールデン・ウィッチ。すべてを知る私にはすべてが退屈。しかし何も知らぬ無知にそれを読ませ、何がしかの反応を得ることは嫌いではない。だからあなたに読んでほしい。新しい無限の魔女としての新作を？そうです。人の子よ。あなたが憤慨しようとも、感嘆しようとも、それは私の病を一時忘れさせる。もう茶番は終わりにしましょう。あんたは誰？私の記憶に、こんな出会いはないわ。今度は私は誰の駒？悪いけど、この後ろ宮エンジェ、飼いならせると思ったら大間違いよ。やはり、そなたは面白いかな。見事なり、よくぞ私を見破った。私ってつくづく魔女に好かれる性分ね。あんたたちに特徴的な、どこか人を舐めた口調。すぐに魔女だって分かったわ。面白きかな、人の子よ。愉快なり。それでこそ我が退屈にふさわしい。こっちは全然愉快じゃないわ。どうして私は生きてるの？私は名前を明かしたルール違反で、ひどい殺され方をしたと思ってたけど。でもね、あがくわよ。あの日の私のところへ、お兄ちゃんを返すためにね。そう、いきり立たずともよい。私がそなたに求める役割は、駒ではない。じゃあ、何の用で呼び出したの？まさか、あんたの書いたとかいう、新しい物語を読めとでも言う気じゃないでしょうね。その通りだ。そなたに望むのは、駒ではない。元より私は傍観者。あやつらのゲームにちょっかいを出す気など、妄想もなし。意味わかんないわ。あんたは私に何を期待してるの？私のために、ベアトリーチェの紡ぐ欠片の観測者であれ。観測者？よくわかんないけど、お断りよ。かつて、私はバトラを通して欠片を鑑賞していた。しかし、彼がゲームマスターを継承した今、観測者としてふさわしくないのだ。私は心より純粋な気持ちで物語を追っている。その私にとって、今のバトラを通して観測することは、さながら推理小説を逆さに読むにも等しい興ざめ。お兄ちゃんがゲームマスター？何の話をしてるのかさっぱりだわ。さっぱりだろう。知りたいであろう。私も知りたい。バトラがゲームマスターを継承し、紡ぐ物語がどのようなものか、そしてバトラが至ったという真実がどのようなものか、私の自らの思考の旅で追いたいのだ。私は病の深きに、考えねば鼓動を続けることさえかなわぬ。つまり、あんたは新しい絵本を私に朗読してもらいたいってわけ？そういう解釈でよい。見返りに、そなたもまた自由に思考を旅することができる。そなたとて、未だ真相には至っていないはず。続けたいはずだ。真相を知る旅を。あんたに得をさせる義理がないわ。
意気がるな。私は時に寛大だが、多くの場合そうではない。私は、私が真実に至るために物語を追うかもしれないけれど、あんたのために最後まで朗読する義理はないわ。意味はわかる？無論だ。絵本と称したが、私にとっては死に至る病への唯一の薬。そなたの飼い添えなくして飲むこともできぬもの。すなわち、総理強制だ。あんたが寝入るまで、私に本を朗読しろと。その代わり、私にも読むことを許す。そういうことね。そうだ。引き受けてくれるならば、しばしの一時、私の朗読者に任ずる。偉そうな役職名だけど、所詮はただの本読みでしょ。私の朗読者であるということは、私の使いであるということ。すなわち、そなたへの干渉は私への干渉。私はベアトリーチェの物語の続きを読みたいという唯一の興味を、何者にも邪魔されることを許さぬ。そなたをもてあそんだベルンカステルもラムダデルタも、無論ベアトリーチェさえも、そなたに対して一切の強制力を持つことは許さない。本を読ませる代わりに私を保護してくれると？無論だ。私は朗読を望んでいる。それを邪魔する者は何人であれ許しはしない。私の態度が横柄に感じるならば謝ろう、人の子。私はこれでもそなたに最大の敬意を持って語りかけている。みたいね、その魔女らしい口調さえ。どうやらあんたの中では数百年ぶりに見せた敬意って感じがするわ。そなたは本を読むとき、本に「よろしくお願いします」と語りかけてから表紙をめくるか？そういうことよね。理解したわ。いいわ、あんたの朗読者を引き受ける。あんたが私に同意を求めた時点で最大の敬意を表したことを理解したわ。よき理解だ、人の子。私の名はエンジェル。人の子だかタケノコだか呼ぶのをやめて。よいだろう。私が敬意を示すことの証にそなたの名を認める。これよりそなた、後宮エンジェを感激の魔女、フェザリーノ・アウグストゥス・アウローラの巫女にして朗読者に任ずる。そなたが朗読を終えるまで、そなたの朗読を妨げようとするすべての者に災いを与えよう。
あんたの名前随分と長いのね。ローマの偉人みたい。何と呼べば？親しくない者はアウグストゥス・アウローラと呼ぶ。私に敬意を示してくれたあんたに私も敬意を示してフェザリーヌと呼ぶわ。問題は？ない。病んだこの身には名を呼ばれることさえ噛みしめがいのある愉悦だ。人の子よ。エンジェよ、私の名前。そういうやりとりさえも心地よきかな、エンジェ。我が巫女よ。